今日は日曜日で、パパはねサブちゃんでは行ったんですけど、新しい事業を始めてすごく忙しくて、今日は日曜日なんだけどパパはお仕事ということで、今日はうーたんと私の2人だけの休日を過ごしていきたいと思います。今スキンケアのね収納場所がすごく気になって掃除をしました。でワンバイ構成のクリアピールセラム拭き取り美容液、これを先に使って角栓ができてしまう原因の元にアプローチしてくれる美容液なので、小鼻とかやってあげると気になるさ角栓とか角質除去してくれます。お休みの日の洗顔代わりでも使えるやつで、リールでは詳しく紹介しました。コスはレックスの化粧水取って、今日はねお家の片付けがやりたいということだったので、うーたんが2人で掃除をして、ランチ作るのめんどくさいから食べに行きがてら、5000円分の図書カードがあって、その図書カードで本を買いに行こうかな。最近はね朝は結構コットンパック派になりました。どうしてもなんか保湿が追いつかない時とかはパックするんだけど、これで十分。これね私が使ってるやつ3枚ぐらいにしか裂けないから、最後の1枚を半分にして顎と鼻にのせて、ちょっと時間経ってきたらこの1枚をこことここにつける。ちなみにコットンはハンズの購入品で紹介したムクナのコットンパフを使ってます。イプサのものか、これイプサの似てる、そっくり。じゃあこの間に着替えてサクッと掃除します。体重変わってなかった。はい、めっちゃ保湿しました。この辺が肌荒れしそうなので、これ最強。これ塗るとねすごい落ち着きます。チェーンメーカーズのセラミドずっと使ってます。セラミドは必ず塗ります。保湿を外に逃げないようにしてくれるので。ハーバーの薬用ホワイト&リンクセラム、これをね目元には必ず塗ります。伸ばして、今日はすっぴんで過ごすし、曇りだしそんなに外に出る予定もないと思うので、カネボウのデイクリーム、これ、ね、SPF15 なんですよ。だから日中用のクリームです。これはもうねずっとリピしてますね。はい、リップだけ塗ろうかな。じゃん。こちらはベアミネラルさんからギフティングでいただいたんですけど、セラムリップバーム、本当にこれまたすごい良かったです。これはソウルとストリングスとアフェクション、どれも合いました。リップバームみたいな感じでスルスルってとろけてメトッと密着する。ツヤも出しながら保湿成分もありながらで、ヴィーガン処方なので天然由来のオイルが配合されてるので自然な香りで全然荒れないですね。これ昨日1日つけてたけど、7月3日発売の新作でした。はい、髪の毛を適当にセットしようか。前髪くせっ毛なんですよね。リファロックオイルのライトタイプ、これを塗るとまとまりが出るし、寝癖にそのまま塗っても完成しちゃうぐらいな自然なまとまり感が出る。ピンクすぎが強いんですよね。なんかなぜ適当に表面だけアイロン通しておけばいいんじゃないでしょうか。じゃあ嫌なことやろう。よいしょ。これカインズで買ったやつ。柔軟剤とか洗剤、漂白剤を入れてて、後ろは香りのするシートを入れてます。これね、ほんとお気に入りで、この100均のケースにはジェルボールを入れてます。これいつもね、こういうの寝るときにこっち行っちゃうんですよ。全部視聴者さんくれたやつ。全部それもそう。何をする？可愛いものいっぱいだな。でね、その消しゴムとか折り紙ケースとかシールとか鉛筆とかいつもありがとうございます。いつも見て、めっちゃ綺麗に入れた。おお、ママより綺麗。すごい。はい。ちょっと今までのクッションカバー冬っぽかったので、これは洗濯して畳んでおいて、このグリーンかわいい。ザラフォームでまた買おうか。スーってなったらいい。おお、上手になってきました。自分のことは自分でやりましょう。おお、やっぱなんか一人っ子だと一人分だけやればいいから、ママやっちゃった方が早いしなとかでやりがちだけど、ダメね。自分のことやろうと思えば何でもできるのにね、ママがやっちゃったらダメね。ね、クッションカバー買いに行きたいな。買えるの？だってさ、この前のやつなんかちょっと冬っぽかったじゃん。春だから。なんかこの色可愛くない？可愛い。ああ。おお、セーフ。なんか夏っぽいね、色が。よそ見しちゃダメ。ママのせいだね。ママが見て。はい。ご飯食べたい人。はい。はい、ひみちゃんははいはい、早速この上に乗ってんだけど早速こんな色と布団がピント合わないんですけど、こんな感じにできました。テレビのね、位置を変えたんですよ。はい、前こうやって斜めになってたんですけどね、だけどもうまっすぐにしました。見ている、めっちゃ治った。横とかも拭いてくれる？それティッシュで、ウエットティッシュで。わあ、テレビの後ろめっちゃほこりまみれ。じゃあやって、掃除して。おや、狭っ。今私くしは細いので私くしは細いので言うてそんな綺麗だよ。この前掃除したからもっとやばいんだから。これもなんか変えたいね。ダサいから可愛くしたいね。なんか見えてもいいさ、おしゃれな辺にしたい。おしゃれな箱、おしゃれな。よいしょ。ミニーちゃんこっちやって。ゆうたんこれ枕カバーやって。大好き。これはもう洗濯したやつ、新しいソファーのブランケット。難しい。もう途中までやるか。まず角を持って作ってやりたい。同じ枕カバーをたくさん持ってます。このシルクのやつで楽天で買ってる。いい、ね、そう、概要欄に貼っておきます。できた。もうできた。そしたらポンポン、ミニーちゃんも乾燥させます。やだー、ウローの匂い。匂いはなくならないけど、ジメジメしてるから乾燥させないと。はい、はい、布団乾燥機入れて。コーデを紹介したいと思います。ザラのピンク色の花のマークが書いてあるワンピースですね。うんで、カバンはちょっとなんかね、うるさいんですけどこの中に、まず一応携帯ねで、クッシュカードが入っています。ティッシュとハンカチです。はい、じゃあ私のカーデはこんな感じです。はいセリールのシャツを羽織ってセリールのキャップにしました。で、アプリリで作ったディズニーのクーラートート、これめっちゃ便利。ランチして本買ってちょっと買い出しして帰ってくるかな。じゃあ行ってきます。はい、ご飯食べてお野菜行ってタラホームでクッションカバー買ってゴディバに行ってきましたナイスタイミング。朝でチョコレート、久しぶりこういうの飲んでます。ホイップチョコレート、ホイップ少なめ。そう、ママホイップなしホワイトチョコは結構甘めだね。これはね、甘さ控える。苦いというか、大人の味のチョコレートみたいな。めっちゃチョコチップ入ってるの。31% 増量って書いてあった。うん、ね、では帰ります。Let's go。帰宅しました。ちょっと暑いのでこんな格好ですいません。タラホーム行っていろいろ買ってきました。そのテレビ横のスリコで買ったジップ付きのビニールに太鼓の達人とか入れてるんだけど、それをこれに入れようかなーってウータンと相談しながら買ってきて、私はもう一回りちっちゃいのでいいんじゃないって言ったんだけど、ウータンが絶対これじゃないと入んないからって言って、ちょっとした口論になりまして、えこっちがいいよ、えこっちだよ、えこれってこうじゃんってなってこっちを買いました。いつもねそういう会話を繰り広げてます、お買い物中で。なんかね、セールになってて、これとかも3999円なんだけど2999円に1000円オフになってて、35センチタイプのスリッパ、これは38、39のサイズ、これ3つ買いました、来客用に。でクッションカバーね、このグリーンもちなみにセールになってました。去年のものなんだけど、ちょっとこうミントグリーンで、こちらもセールだったのでこういった柄のやつを買ったんだけど、葉にもねこうグリーンがあるから合うかなーなんて思ったんだけど。おりちゃん電話。パパだ。パパ？切られちゃった。2290円が1590円。これは8990円が5990円。あとこのバケットも買いました。このソファーの後ろに帰ってきた時に自分のカバンの中身をごちゃごちゃって入れるこういうカゴ買いました。これもセールだったの、3990円。いいですね、溢れないでちょうどいいカゴ見つけました。あとおしゃれなプレート買いました。これは6990円。なんかコスメとかインスタ用に撮る時も使えそうだし、インテリアとしても使えそうなので買いました。こちらはソファーのサイドテーブルに置きました。下のねストン調と合うなと思ってここに置いてみました。今から本屋さんで買ってきたものを紹介したいと思います。まず、花の塗り絵。ポストカードになるんだよね。うん。水彩色鉛筆が好きで、私がすごい大きい塗り絵だとそれを全部塗り切らなきゃっていう使命感に駆られちゃうから、このぐらいのサイズ感だとサクッと終わるからちょうどいいなと思って、これとうたんはあとすみこ暮らしのね塗り絵も買いました。色見本とかがあるのでね。で、あとドリルを買いました。分泌ドリル、これ2年生の算数も国語もあるんですよ。で、あともう一個のドリルはポケモンの2年生の足し算引き算できたらシールをね貼っていくっていうやつです。そういうの好きだよね、なんか黙々とできる計算ドリル、本はね2冊買ったんですね。これめちゃくちゃ可愛い本なんですよ。君のことが大好き、めちゃくちゃ可愛くて癒されるんですよ。次の本はありがとう仲良し、なんかあれかな、ソフトなタッチのこういうアニマル系が今うーたんが好きなのかな。本当だ、短い短いね、文章全然載ってない。で、お財布を買いました。アリエルのねお財布を新調しました。そう、パールで可愛い。大きくなったじゃん、アジ。あの人なのが分かんないよ、だって王子いっぱいいるもん。あ、危ない、大丈夫？うまちゃん、ナルニアの世界の学校じゃない？好きに色塗ってください。どうやって？まずはこれで塗るの。これはね、水彩色鉛筆で塗るでしょ、まず。そしたらちっちゃめの筆で濡らしながらぼかして塗っていくっていう、この水彩色鉛筆がすごく好きでたまにねやってます。できない、ママのやつの見せて。あ、上手じゃん。でこれさ、例えばじゃあこうやってみるね。ほら綺麗、こんな感じでできるの。緑だけ使うと明るいじゃん、だからこういう色使うの。ぼかしてほら奥行きが出るでしょ、そうすると。完成。塩茹でします。いやー、夜ご飯作ろうか作んないか、ウーバーとか出前館が頭をよぎったんですが、うーたんが夜はそうめんでいいということだったので、なあもうそれぐらい作ろうじゃないかと思って頑張って重い腰を上げました。本当は今日この米粉とさつまいも買って、米粉さつまいもパンみたいなのを作りたかったんだけど、その肝心なさつまいもを忘れちゃって、だから作れないという。で、ちょっとそうめんの上にのせる何かを作ろう。スプラウトは絶対のせる。うたは多分きゅうり好きだからきゅうりでしょ。はい、まあ、そうめんだけだとちょっと寂しいなと思ってとうもろこしを茹でてます。鶏胸肉の薄切りを買ってたのでささっと茹でます。っていうかさ、どっかの動画でこのお家をリノベーションするっていう話をしてたと思うんだけど、ちょっとこの家を更新できないみたいな、そんなお話になってしまっていて、リノベーションしてどうのこうのとか、そんな今話ができる次元じゃないね、お家がどんな感じになるのか楽しみみたいな、そう思ってくださってる方もいるから、そういう方からしたらガーンっていう、なんだーいって感じだよね。ざるにあげときます。うーちゃんにはきゅうりとこの鶏胸を細かく刻んだもの入れて、私は梅と鶏肉とスプラウトときゅうりで、うーたはツナも入れたいっていうことなのでツナも入れます。ごま油、私はここにジンジャーパウダーを入れます。ちょっとペリッとね、なんかこうスパイシーな感じになって美味しいんですよ。はい、できました。夜ご飯。夏だね。私はそうめんじゃなくて豆腐麺にしました。完熟、美味しそう。いただきます。美味しそう。夏だ。コーン甘いでしょ、うん、ね。あ、梅がいいね。あとジンジャーパウダーもね効いてる。豆腐のそうめんにしてるのでタンパク質もあるし、さらに鶏胸肉でタンパク質豊富、ヘルシーメニュー。うん、ジューシー、うん、ほっとする。なんかね優しくなる。いいことだ。ありがとう、仲良し大好きだよ。